皆様こんにちは、ポーンチです。今日は準備不要でお手軽にできる超おすすめのメンタルマジックの紹介です。それでは実演、まずカードをよく混ぜてもらいます。もうこれでぐっちゃんぐっちゃんな状態。どこに何のカードがあるかさっぱりわかりませんね。じゃあ僕見ませんので、適当に上から5枚ぐらいの中から1枚のカードを心に決めてください。もう心の中で決めるだけで OK です。OK。まあ何か決められたとします。それはもう恋人にも家族にもね、もう誰にもわからない状態ですね。ダイレクトに一気に当てるのは結構難しいんで、人差し指出していただいていいですか？で、人差し指ここに乗せといてください。はい、ありがとうございます。反応しないようにお願いしますね。あなたの選んだカードがあるかないかだけちょっと見といてもらっていいですか？あ、反応しましたよね。今ありましたよね、この中に。あ、ない。あ、結構難しい方だな。ちょっと頭の中で唱えていってほしいんですね。カードをこんな感じで、ハートのクイーン、ハートのクイーン、ハートのクイーンみたいな感じで唱えていってください。はい、だいぶ分かってきました。じゃあカードを体の後ろに回します。はい。おそらくこれだと思います。初めて聞きます。あなたの心に決めたカードは何ですか？クラブの5。こちらのカードがクラブの5。このようなマジックです。それでは解説していきます。個人的にこの手のトリックは大好物です。お客様によく混ぜてもらったら、最終的にトップ一番上のカードが何であるか知る必要があります。このように覗き見してもいいですし、例えばこんな感じで混ぜていって、トップがクラブのエースだなと分かった状態で、もう一度ミルクビルドシャッフルを行ってトップをキープ。そしたら上の5枚をこのように示します。このカードが何であるか分かりませんねと言っておきます。で、実際ここのカードだけは知っている状態。1枚覚えられました。そしたらこちらの5枚を中に入れます。入れるんですが、最初にここを押し込むことによって、こんな感じでずれます。そしたら小指でここを押し下げてあげるとブレイクが取れます。で、ブレイクのところまでカットすれば上の5枚元に戻りました。そしたら半分より少し少なめで、このようにスリップカットしていきます。中に入れたのはクラブのエースです。で、次に2枚の下にブレイクを取って、こちらの2枚をボトムに持っていきます。これで選ばれたカードは中ほどに入ったクラブのエースもしくは上の2枚のどちらか、下の2枚のどちらかということになります。そしたら、まあ、お好みの演出で構いません。人差し指出してもらって、置いてもらってもいいですし、まあ、何でもいいんですが、反応しないでくださいねと言って、まあ、この2枚のどちらか、まあ、こういうのが嫌だった場合は、1枚カモフラージュカードを付け加えてから示してあげてもいいです。とにかく、このまま、まあ、半分より少なめを広げてって、あ、この中にありましたよねって断言してあげた方が効果的だと思います。で、もしあったと言われたら、この2枚のどっちかになるので、ありましたよね、あるって言われたら、あ、だいぶ反応してますよと言って、体の後ろにカードを持っていて何をするかというと、こちらの2枚のカード、まあどっちがどっちかだけ記憶しておいてください。上に持ってった後、1枚の、じゃあ今回クラブの4を表向きにした状態で中にしまって、このままテーブル上に持ってきます。で、おそらくね、こんな風な動きを入れてます。おそらくこれだと思います。間違いないと思います。で、選んだカードなんですか？で、言われた方によって、クラブの4だったら、これ、クラブの4だけ表向きにしときました。で、スペードの5だったら表、一番上に、まあ、持ってきますみたいな演出でもいいですし、間違いなくこれがお客様の選んだカードですみたいな感じで終わるってものですね。で、下にないって言われた場合ですが、クラブのエースの可能性がありますので、じゃあ頭の中で唱えていってください。唱えていってください。クラブのエース、クラブのエース、クラブのエースみたいな感じでって言って反応を読んでいきます。で、ここで反応したらクラブのエースなんで、あ、クラブのエース合ってましたよね、みたいな感じで、まあ、ダイレクトに当たるってものです。で、ここで微妙だったら、あれ、ちなみにクラブのエースではないですかね、みたいな感じで、まあ、言っちゃってもいいですが、大体は反応します。で、ここでも反応しなかったら、まあ、結構ね、難しいんですが、と言ってこの上の2枚のどちらかになりますので同じように体の後ろに持っていってまあ例えばですねこう閉じる際にトップのカードをチェックしておくもしくは体の後ろに持っていく際にトップのカードをこのようにちらっとチェックしてどっちがどっちか知る必要があるので片側だけ知ってればいいですで片側だけを表向きにしてで知ってる方を言われたら、まあ、広げるで違うって言われたらこれだと思いますから、ここに当たりますっていうことで、まあ、5アウト、5パターンに分かれるというものですね。これ、テクニック的には基礎的なテクニックだけなんですが、演技力がものを言うものになっております。めちゃくちゃやってて楽しいタイプのマジックですので、おすすめです。ぜひやってみてね。バイバイ。